京都タワーってね、案外近くで見るとね小さいんですけども、離れて見るとね、おーすごいでかいタワーやなっていうふうに思うんですよね。はい、ということで皆さんこんにちは。僕はですね、JR 東日本じゃなくて JR 西日本京都駅に来ております。今回なんですけども、京都から山陰本線の特急木の先を使いまして、関西地区ではまあ一番有名な温泉地になると思います、木の先温泉に今から向かいます。あちらに京都タワーがまた見えますけどもね、日中時間帯は観光客の方でごった返す京都駅ですけども、ただいまの時間午前7時ということで、まだ人はそんなにいないですね。奥には山陰方面に向かう特急スーパーハクトが停車中です。あれね、山陰方面に向かうんですけども、山陰本線は通らないんですよね。東海道線、山陽本線を通って上郡から地図急行線に入ってね、鳥取方面を目指す、ちょっとね違ったルート走っていく特急列車です。今回僕が利用するのは一番右側に出ております山陰本線の特急列車です。7時32分発特急木の先1号木の先温泉行き、こちらを使ってね終点の木の先温泉まで乗っていきます。まあ、木の先って名乗ってるんでね、そりゃ木の先温泉行くわなって感じはしますよね。で、京都駅ってね、日本で一番在来線特急の種類が多い駅だったと思います。今回乗る木の先もそうですし、他にも山陰本線の特急橋立号、舞鶴号、あと関西空港方面に行くはるかだったりね、北陸方面に行くサンダーバードで、スーパーハクト、琵琶湖エクスプレスとかね、いろんな特急列車がね発着してるんですよね。はい、そのうちの一つ木の先に今回は乗っていきます。山陰本線京都駅は31番から33番線を使っております。これ33番とか言ってるんでね、33個ホームがあるのかっていうと、そういうわけではないんですよね。飛び飛びになってるといったような感じです。はい、こんな感じ。山陰本線は日本で一番長い JR の本線となっております。この京都を出発して、最終的には山口県の下関までね結んでる路線です。山陰線特急列車案内ということでこちらに出てるんですけども、木の先号は4両もしくは7両で運転されます。使用車両は287系もしくは289系ですね。で、今回は287系の運用によります。ほとんど287系で、確か289系の運用は、ね、1本とかしか、ね、なかったと思います。今回7両編成で運転されます。なのでこちらですね、1号車から4号車と後ろに付属編成つけてね、7両での運転となります。終点の木の先温泉まで7両で行ってくれるみたいですね。で、これね、自由席ね1両しかないんですよね。なので木の先乗るときは指定席取ることを本当に強くお勧めします。今日とかも多分自由席大量の、ね、行列できてるんじゃないかなと思うんですけども、指定席ね取りましょう。はい、で1号車はね半室のグリーン車ということで、287系のグリーン車はね正直僕はそこまでお勧めできないので、ぶっちゃけ普通車で十分快適だと思います。ただグリーン車だと全席にコンセントついてます。普通車だと車端部の席にのみねコンセントっていうのがついています。で、木の先ね1日こんだけあるんですけども、すべての列車がですね、これ木の先温泉に行くわけではないんですよね。福知山止まりの列車っていうのも数多くあります。てか半分以上がね福知山までしか行かないんじゃないかな。じゃあそれはね一体どうするのかというと、福知山で大阪方面からやってくる特急コウノトリの木の先温泉方面に行く列車と接続を取ってくれてるんですよね。はい、なので、乗り換えが発生しちゃうんですけども、一応ねこの木の先っていう名前ついた列車に乗れば、1回乗り換えればね木の先温泉まで行くことができます。この19号とかはねさすがに福知山から乗り換え列車ってないと思いますけども、特急コウノトリに接続しない場合も終点の福知山で普通列車の木の先温泉行きに接続ってことはあるんですよね。はい、なので、結構遠いんですけどもね、乗ってんのかな路線図。あ、乗ってますね。一応乗ってるね。この E が今ね京都にいるんですけども、京都からねずっとこっちの方に進んでいきます。で、この福知山ね、ここから先は残念ながら乗ってませんけども、福知山からさらに左の方ですね、グレーの路線を進んで木の先温泉まで向かいます。結構遠いですよ。僕ね31番線から出発すると思って向かい側のホームから撮ろうと思ったんですけども、どうやら30番線普段関空特急はるかが使ってるホームから出発するみたいですね。なので間に合わないので入線はねここから撮ります。折り返しとかって言ってるんで、多分福知山とかからやってきたのかな。案の定お客さん多そうですね。今回はちゃんと指定席取ってるんで問題ありません。赤色の帯が入ってる287系、車内販売とかってのはないのでね、乗車前に購入しておいてください。はい、ということで、向こうの方も行きましょうか。手前には221系が止まってます。30番線にやってきてますけども、やはり自由席は結構列作ってますね。1両はねちょっと厳しいよね。今日とかやっぱ土曜日なんでね、今から温泉に行かれるって方もかなり多いと思います。1号車の前より半分がねグリーン車なんですよ。このグリーン車は以前から何度か紹介してますけども、微妙なんですよね。申し訳ないけどね。なので本当に普通車が快適やからねこそだと思うんですけどもね。はい、特急黒潮で使われているのもねこの同じ287系です。あ、これトップナンバーですね。はい、雲ロハになりますけども、黒潮はこのね横の帯がね青なんですよね。
それではね、乗車開始いたしました。今回はね、6号車に乗ります。やっぱり乗るんだったらね、増結されてる珍しい方に乗りたいですよね。6が一番空いてたんですけどね。はい、まあ、こんな感じのシートです。サンダーバードとかと同じような座席ですね。はい、こんな感じのシートね。今回進行方向向かって右側の座席取ってます。指定席をご利用のお客様はお手持ちのお座席番号をよくお確かめの上。ということで座席に着きました。まあ、こんな感じかな。前後間隔も広々としていて普通車なんですけどもね、十分快適です。テーブルはね、背面タイプのテーブルと、あとインアーム式のね、小さいテーブルっていうのも用意されています。コンセントに関しては今回中間席なんでありません。これで2時間半ぐらいですからね、全く問題はないでしょう。はい、まあ、リクライニングはね、これぐらい倒せます。放送でね、座席を回転させないでくださいって言ってますね。で、前に若者のグループがいるんです。多分大学生のサークルかなみたいな男女のグループいるんですけども、その子たちに座席回してたんですけども、ちゃんと元に戻してますね。なので意外と知らない人が結構多いんですよね、座席回したらダメっていうのね。まあ、ダメではない、まあまあまあ、でも、まあ、ダメですよね、 JR が言ってるんですからね。はい、自由席めっちゃ混んでますと放送がありました。はい、多分そういう需要もあるんでしょうね、変更するっていうね。それでは7時32分帝国通りに京都駅を出発です。基本的にね、このホーム関空特急はるかが使ってるんで、ここからね、山陰本線の特急が出るっていうのは多分1日数本しかないと思います。基本的には1つ隣のね、31番線からの出発です。しばらくは東海道本線の線路とも並走します。京都を出てね、2畳も出発いたしました。僕の周りね、前後4列ね、人いないんですよね。いや、これは当たりですね。割と直前にね、指定席取ったんですけども、7号車と5号車も結構混んでたんですけども、6号車はね、空いてたんですよね。なぜなんでしょうか。この偏りはよくわかんないですけども、僕以外は全員多分グループですかね。一人で乗ってんの僕ぐらいですね。寂しいですね。まあ、しばらくはね、京都の街の中っていうところをね、走行します。自由席は中ほどの4号車です。その他指定席です。はい、ただいま通過しているのは佐賀嵐山駅ですね。佐賀のトロッコの乗り換え駅となってます。佐賀のトロッコね、乗ったことないんでね、乗りたいんですよね。嵐山観光にも JR を使います。すごいね、雲海みたいになってますね。めっちゃ綺麗。ということで、まもなくね、サンガスタジアムがね、見えてくるんですよ。あ、これこれ。こんなこと言うのもあれですけどもね、何もないようなところに急にこんなでっかいね、立派なスタジアムがあるんで、毎回驚きますね。まあ、左の方がね、結構街が広がってて、都会的な感じなんですけどもね。亀岡に到着です。左側はこれホテルかな、なんか建設中ですね。いや、ホテルじゃないか、ローレルコート亀岡駅前って書いてるんでマンションかな。駅前もめちゃめちゃ綺麗ね。奥の方見えますかね、気球ですよね、あれ。
さっきもっとね、上の方にいたんですけどもね、どんどんと降りてきてますね。いや、結構綺麗じゃないかな、こういうとこで気球とか乗るとね。いや、乗りたいな。ああいうのめっちゃ高いですからね。今日天気はめっちゃいいんですけども、めっちゃ眩しいね。この辺はなんか影を作るようなね、高い建物とかっていうのもないんでね、直射日光が思いっきり車内に降り注いでいます。先ほどその米機を出発しております。もうね、今単線区間になってるんですよね。で、さっきよりもね、揺れが結構激しくなったなって感じがしますね。で、このガタンゴトンガタンゴトンの間隔も短いので、結構レールの長さも短いってことですよね。割と乗り物酔いとかする人は酔い止めとか飲んだ方がいいかもしれないですね。この車両はね、フリーコとかね、そんなんは搭載してないはずなんで、別にあのカーブでね、スピードを落とさずに進入できるとか、そういった性能はないはずなんですよね。だから結構な急カーブの時はスピードを緩めます。減速と加速をね、繰り返しながら進んでいくって感じなんで、ちょっと疲れますね、乗ってる身としてはね。ちょっとね、うとうとしてたんですけども、気づけばなんか雲がね、だんだんと暑くなってきましたね。どんよりとした感じの天気になってきてます。これはもしや雨が降るかもしれないですね。雲がね、かなり下の方まで来てるんで、めちゃめちゃ近いですね、空と線路が。まあ、これはこれで綺麗ですけどもね。まあ、あと5分ぐらいで綾部に到着です。綾部駅の到着手前で舞鶴方面からやってきた舞鶴線が合流してきます。特急舞鶴号はこの綾部で進行方向を変えてね、舞鶴線を進んでいきます。舞鶴って基本的には橋立てと連結してるイメージがあるんですけども、城崎とね、この綾部まで並結してやってくる舞鶴号っていうのもあります。以前紹介してるんで概要欄に貼っておきますね。8時38分、京都駅を出発して1時間6分で綾部に到着。綾部を出ると次は福知山です。綾部をね、出発したんですけども、見てください、これもう真っ白ですよ。この状況でよく走れるんですね。もういわゆる濃霧状態なんですけども、すごい。だってもう 100m 先見えないですよ。すごいね。なんか運転見合わせになりそうな感じなんですけども、大丈夫なんですね。真っ白です。いや、早かったね。京都を出て1時間と20分ぐらいで福知山に到着となります。この列車ね、この福知山で特急丹後リレーと接続を取ってるみたいですね。これは JR ではなくて京都丹後鉄道の路線なんですけども、天の橋立方面に行くことができます。左からね、線路がね、1本合流してきたんですけども、これがね、福知山線の線路ですね。福知山の線の線路と合流して福知山に到着です。普通列車豊岡駅と接続を取ってたみたいですね。あ、奥に以前も紹介しましたけどもね、北近畿丹後鉄道の丹後の海の車両、あれがね、特急丹後リレー号ですね。あの車両もね、 JR 線に直通して京都まで乗り入れてますからね。さっきまでね、真っ白だったんですけどもね、いや、ようやく今はそれもなくなってね、綺麗になりましたね。ほんとすごかったね、さっきのね。
雨かと思いましたけども、まあ、そんなこともなくね、まあ、晴れてます。こちら線路合流してきましたけども、これ万丹線の線路ですね。大阪発着の特急浜風とかは東海道本線を通って姫路で、姫路からね万丹線を通ってこの和田山、和田山から山陰本線に入るんですよね。京阪神からね山陰方面のアクセス、いろんな方法があって結構楽しいですよね。万丹線を通る浜風は1日3往復設定されてます。今の時期とかはねカニカニ浜風とかっていうね臨時特急もね運転されてます。使用車両はね、まあ、機動車キハ189系かな使ってるんですけども、座席はねこれと同じような感じの座席、色違い赤のシートなんですけども、割と快適な列車ですよ。昔ね浜風グリーン車あったんですけども、今はねグリーン車ありません。はい、ということで和田山に到着です。ということで荏原に到着ですね。荏原といえばもう焼肉のタレしか出てこないですけどもね、はい、一つ前のヨウカという駅ね、八に鹿って書いてねヨウカって読むんですけども、めっちゃ難読駅名ですよね。荏原出るともう次は豊岡で終点のね城崎温泉です。この辺は結構停車駅が連続しますね。今ね僕は6号車に乗ってるということで、車椅子対応席もね車内にあるんでね、そのすぐ隣にはね車椅子対応のトイレっていうのがついてます。まあ、広々とした感じのトイレですね。はい、な感じ。お客さんはねやっぱり結構乗ってるんで、やっぱ皆さん城崎温泉まで行くんでしょうね。いいな、まあ、僕も城崎温泉でね2時間ぐらいで、ね、滞在できるんでね、温泉1つぐらいで入ろうと思ってます。向かい側にやってきたのは新大阪行きの特急コウノトリですね。まもなくね玄武洞駅をね通過いたします。今ね通過してるのが玄武洞駅で、対岸にね玄武洞っていうね、まあ、鍾乳洞があるんですけども、まあ、そこまでねこの駅から歩いて3分ぐらいかな行ったところに渡し船の乗り場があるんですよ ね。 ね確か片道ね300円とかでね対岸まで行けたと思います。まあ、ちょっとね泳いで行くのは無理だと思うんで、まあ、渡し船使うといいと思います。普通列車しかね止まらないんですけども、玄武洞ミュージアムとかってのもね向かい側の対岸にありますから、まあ、観光地ですね。まあ、タクシーで行くよりもね渡し船使った方が安いし早いですよ。はい、ということでもうね終点に到着です。この列車ね折り返しまた京都行きの特急城崎に変わります。ということで終点のね城崎温泉に到着をいたしました。ちょっとめちゃめちゃ雨降ってきてるんですけども、うわさっきまでめっちゃいい天気あったのにね、これはつらたんですね。はい、ということであれなんですけどもね、まあ、今回京都からね287系、2時間20分かかりました。ここまで結構長かったですけども、まあ、車内もね非常に空いてたということで非常に快適に来れたんじゃないかなというふうに思います。やっぱりねこの車両は普通車で十分です。うん、グリーン車乗る必要が、ね、ないなと、まあ、つくづく思いますね。まあ、どうしてもコンセントが欲しいんだったらね、まあ、グリーン車だと全席についてるんであれですけども、普通車でもね車端部の席だとコンセントついてるんで、まあ、一番端っこの席をね、まあ、指定するなりすると、うん、まあ、電源の確保っていうのはできるようになっております。はい、ということで今回は287系特急城崎ですね、京都から城崎温泉まで全区間の乗車券でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。